んばんは、戦国どうでしょうでございます。さあ、暑いです。暑いですけど、ちょっとね、お出かけをしてきて、今、徳川美術館にいます。徳川美術館でね、現在開催中の英雄たちの戦国合戦というね、展示会が、夏休み期間中開催をされてまして、ちょっとね、今日はそちらの方に行ってみたいなと思います。っていうかね、暑い。で、今日8月13日ね、お盆真っ最中で、月曜日なんですけど、今日臨時開館ということで、ちょっと来てみたら、意外とガラガラでね、駐車場をさらっと無料駐車場に停めれて、ちょっとラッキーと思ってます。ってことで、なんか、ちょっとホームページも見てみたらね、名古屋港水族館と徳川美術館とのコラボレーション企画みたいなのもやってるみたいなんですけど、まあちょっとね、そういったことには全く自分は興味がありませんので、まあ毎年ね、この徳川美術館っていうと、戦国時代展みたいなのを夏休み中やってますが、今年はどんな展示があるのかね、ちょっと楽しみだと思います。ということで、行ってみましょう。はい、ということで行ってきました。いやー、意外と空いててよかったかなという感じなんですが、とりあえずね、特別展が2つで、今回は名湯紀行5カ所巡りというの、違うな、名湯紀行5家殿巡りというのとですね、もう一つが英雄たちの戦国合戦ということで、まあ、信長、秀吉、家康公の3人に焦点を当てて、まあそれの関連の書類とか手紙とかを展示しました。あと茶器もあったかなという感じだったんですけど、まあどちらかというとね、僕の好きな甲冑成分は少なめという感じの展示ではあったんですけど、甲冑自体は 2両かな、2両だけで、あとはもう ほぼほぼ刀ですよ、刀。まあ、名刀機構ってね、言うだけのことはあって、まあ全部刀みたいな。まあ、タイトルね、こんな感じで、入り口のところに展示がありまして、まあ、ちょっとこれいつまでかわかんないんですけど、名古屋城の半券を持っていくと、300円オフになるということなので、まあセットで行った方が得なのかもしれないですね。まあ、近くに、東京三菱 UFJ 銀行の、貨幣資料館かな、かなんかもあるので、セットで行った方がもうちょっとお得な感じがする展示会かなとも思います。はい、で最後にはなるんですけど、ちょっとね余談的な感じで、徳川美術館の入り口、まあこんな風にねなってる、まあ入ったことある方はご存知だと思うんですけど、こんな感じになってるんですけど、実はこれ枡形小口っていうことを知ってる方ってどれぐらいいるんでしょうか。後ろね振り返ってもらうと、ちょっと写真撮り忘れちゃったんであれなんですが、狭間に様がねありますからね、ぜひ行かれた際はね振り返ってみてください。でないと撃たれますよ。